よし、来ましたよ。納涼ヒヤッと肝試しキャンペーンですね。新しい、まあ、イベントが始まったということですね。なんか可愛らしいですよね。で、今回のイベントっていうのが、まあ、納涼ということでね。これです。納涼ヒヤッと肝試し開催記念キャンペーンですね。スタイルがね、3つ出てくるみたいですね。3つ、ヴァンパイアレディとお玉と採用かな。世は物の系ではない。さて、見に行きましょう。やっぱりね、この新しいイベントっていうのは、どんな SS が出てくるかですよね。スタイルが出てくるかですよね。まあ見たいと思うんですけども、スタイル紹介。ヴァンパイアレディ、お化けでも可愛いの。あれ、ヴァンパイアレディ、古剣やったっけ？ドキドキヴァンパイアチャーム。ブラッディスパイク。瞬突。で、アビリティが、直感にターン開始時に一定の確率で自身を回避状態にして、さらに自身の器用さを上昇させる。で、ヴァンパイアチェインで攻撃命中時、自身とランダムな味方生存者一体の HP を回復。自身とランダムな味方生存者一体の BP を回復すると。で、プロテクトハイテンションで、与えるダメージ上昇、かつ、非ダメージ軽減特大というものですね。採用。あ、これは台剣なんだ。ミニオンアサルト。骸骨大王の一撃だって。面白いね、これ。戦士の指輪。ん？味方生存者全体にモラルアップ大、特大だってすごいな、これ。その後、味方生存者にヒートアップを付与する。ヒートアップというのは、攻撃の当たるダメージが上昇する。へぇー。アビリティ見ましょう。シュライクの大王、バトル開始時、自身の BP を回復する。プラス10だってすごいな。なんかこれ、ただし、毎ターン開始時、自身の体力と魅力を低下させる。勇壮不屈。攻撃の当たるダメージが上昇する。攻撃を受けて HP0 になるとき、最大 HP の 100% で踏みとどまる。バトル開始1回のみですね。テンションアップ、攻撃の当たるダメージが上昇する。超極大、これすごいな。おお、これすごいですね。毎ターン体力と魅力が低下していくってことだね。でも、モラルアップ、特大があるから、大丈夫なのかな？お玉、こっちでも涼もうよ。流星、合衝撃。すごいな、これ。一つ目、灯籠。ブローヒール、アビリティ、弱化の連撃、攻撃命中時、対象の知力を低下させる、攻撃命中時、自身の BP を回復する、活性の連機1、自身の腕力を上昇させ、さらに自身の BP を回復する、オーバーグレードテンション、攻撃の当たるダメージが上昇し、さらに自身の連携攻撃とオーバードライブ攻撃の当たるダメージが上昇する。オーバードライブ連携攻撃の場合は、連携攻撃強化と OD、オーバードライブ攻撃強化の効果が共に発揮されるということで、この3つのキャラで言うと、採用かな？
これすごいですよね。アビリティが良いよね。で、アビリティが良いですよね。なるほどな。どうがいいか。使い方によっては、この採用はかなり使われると思うんですよね。能力ヒヤッと肝試し、ちょっとこれでね、どんなものが出てくるのか見たいと思うんですけども、保険が出てくるわ。1個 SS の保険、 SR のスタイル、ミニオンストライク、草薙の剣、撫で斬り、アビリティ、こいつもまあまあグッド我慢とかあるのでね、結構強いんじゃないかな、この採用って。ひょっとすると、まあ交換所としてはいつもと変わらんけど、やっぱり取るとしたら奇跡メダルと採用と10日の要件かな、この3つかなと思うんですよね。アビリティ限定熱と溶化、これはちょっと悩むな。背を取れたらいいな。大剣でしょ、まあ、大剣の中にはそうだな、ちょっと悩みますよね、このパーティーで言うとね。大剣で、モラルアップ欲しいなっていうところもあったりするんですけどね。悩む、非常に悩む。引こうか引くまいか悩みますね。ちょっとめっちゃ遅いんだけど、なちょっと待ってな。ちょっと待ってくださいね。大剣、剣、コンボ。大剣のメンバーで言うと、まあ、これだけいるんですけど、まだいるけどね。大剣の使い手って、まあまあいるんすよ。で、まだ増やすかっていうところもあったりするんですけど、グスタフ・ガラハドとかまあいるからね、最終工程もおるし、まあいいかな。今回は、まあパスしようかと思うんですよ、ね、あの採用だけはね、非常にこう魅力的なキャラだなと思います。あ、取りに行くやったら採用ですね。あれはね、当たりっすよ。はい、まあ、ということでね、今回はまあ以上になります。まあ、結論としては引かないというところですね。